お猿博士です。今回も地上波のドラマとかアニメで普通に間違って使われている言葉を紹介します。ところで皆さんは二重敬語ってご存知ですか？二重敬語っていうのは尊敬語もしくは謙譲語が重複して一般的にはやらん方がええとされている言葉ですよね。そんなもん分かっとるべ、ラベンダーラベンダーっていう方がほとんどだと思うんですけども、意外と勘違いしてる人が多いみたいなんですよ。まあまあ後から説明しますけども。で、そのために見ていただくドラマは池井戸潤の名作下町ロケット、2018年秋のヤタガラス編です。間違ってる部分は二重敬語って先に言うてるんで、二重敬語の部分を探しながらご覧ください。筑田さん、ご覧になられましたか？我々のダウン大したものだと思いますよ。それはよかった。わかりやすい王道の二重敬語ですよね。ご覧になられましたかね、ご何々になるっていう、これだけで尊敬語として成立してるのにられるをつけてしまうっていう間違いです。この場合、ご覧になりましたかが正しい日本語ですよね。まあせっかくなんで他にも見ていただきましょうか。収録してる時点では現在放送中のそれってパクリじゃないですか。このドラマなかなかすごくて、第1話始まって15分の間に2回も二重敬語が出てきてびっくりしました。その2つをご覧ください。こういった価値のあるアイデアや創作物を総称して知的財産と呼びます。皆さんはその重みがあまりお分かりになられていないようですね。あ、これです。なるほど。1年前このボトルの原型となるものが作られた。つまり発明したのはあなたの方が先だと。です。よくわかりました。あなたが何もお分かりになられていないということが。お分かりになられていないは二重敬語やから、お分かりになっていないが正しい尊敬語ですよね。他にも何個か見ていただきます。2010年のスペック第3話。うち偽物なんです。え、偽物？これを読んでれば募金作業よりも儲かるって教えられて。次が2003年の白い巨塔の第2話。君が最後を連れて画廊に現れたら珍しいじゃないか。いや、先生こそいつも目の回るお忙しさと伺っております。いやいや、僕は絵を見て歩く前の時間あるよ。多忙なら君の方だろう。ちゃんちゃん仕事はするし、マスコミには派手に出てるし。先生までそんな風に僕が派手にやっているなどとおっしゃられては困ります。これも王道、おっしゃるだけでいいのにラレールをつけてしまう二重敬語ですよ。次は2004年の逃亡者。お待たせいたしました。鶴様はつい今しがたお帰りになられたそうですが。今ほんで2022年のガリレオ禁断の魔術から。あの時の判断は本当に正しかったんでしょうか。仮に救急車を呼んだところで彼女は助からなかった。先生は最善の道をお選びになられたのです。次は雇用がめっちゃ少ないことでおなじみの教場ゼロから。ではこちらの2つの物件を実際にご覧になられますか。ほんで最後、2023年の冬クールのテニスの教室から。被害の件個人的に調べてくださるとか。はい、何かあった後では遅いのでご協力感謝します。はい。こちらの写真はご覧になられましたか。下町ロケットと全く同じ二重敬語、ご覧になられましたかね。めっちゃ多いでしょ。最初の方で二重敬語について意外と勘違いしてる人が多いって言うたんですけども、下町ロケットとテニスの教室に出てきたご覧になられましたか、これは完全に二重敬語ですよね。ほんならこれ、ご覧になっていらっしゃいますか、これは二重敬語やと思いますか、二重敬語やないと思いますか。正解は二重敬語やないです。こういう言葉遣いをした時もしくは見た時に、それ二重敬語やでっていう人が特に YouTube のコメント欄とかで結構いてるんですけども、ほんでご覧になられていらっしゃいますかっていう文があったら、それ三重敬語やでとか言う人もいてるんですけども、これは二重敬語です。二重敬語っていうのは一つの文節の中に敬語が重複していることを言うんですよ。まあ、文節っていうのは文の意味を通じる範囲で分割した最小の単位なんですけども、私は子供の頃に学校でねで区切っても意味が通じる不自然やないところで切るっていう感じで教わりました。例えば今日は楽しく学校に行きましたっていう文やったら、今日はね楽しくね学校にね行きましたみたいな感じですよ。せやからご覧になっていらっしゃいますかっていう文は文節に分けたらご覧になっていらっしゃいますかの3つになるんですけども、なってといらっしゃいますかは別の文節やから、さっき言ったように一つの文節に入ってへんから二重敬語にはならへんわけですよ。せやからご覧になっていらっしゃっておらっしゃっていらっしゃっていらっしゃってっていくら続けても二重敬語にも三重敬語にもなりません。
こいつアホやなって思われるだけです。今回はここまで。皆さんもドラマとかニュースでこんなおかしな言葉がいらっしゃっておらっしゃっていらっしゃったって言ったらコメント欄で教えてください。それではまたお会いしていらっしゃっておらっしゃってムッキン。